よし。いけ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 、なんでだー。どうも、今日はこちらのコースやっていきたいと思います。もう嫌だ、あんなオープニングを作って一人で笑いをこらえてる自分がさ。結構反対意見も多いんだよ、オープニングはもう作らないでくれって。でもね、作ってくれっていう意見も多いから僕どうしていいか分かんなくなってる。コメントに流されやすいピュアなハートなんだよ僕は。もうやめる、このチャンネル明日で閉鎖します。もうやってっていい？はい、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.58%。 ちょっと真面目な話するわ。本当にオープニングどうしようか悩んでる。というのもあのコース作りのネタがさ、枯渇しすぎてオープニングのクオリティっていうのがね、すごく下がってきてるような気がするんだよね。それコメントでも前言われてさ。やっぱコメント流されやすいな。いやでもね、あながち間違いじゃないと思うんだよな。だからね、すごく悩んでる。うん、こっち開かないのね。開幕デスクス。クオリティを下げないようにするにはオープニングの投稿頻度っていうのを下げていきたいと思います。スリル満点、ドキドキ、お化け屋敷の開始だよ。もうこのコースやめまーす。やったばっかなんだよ。ここは右押しっぱだろ。分かってんだ分かってんだ。何もしなかったら左の枠のところに連れて行かれるっていうことだろ。こっちはトロールコースのプロなんで。何年やってると思ってんだ。約3年だよ。そしてここはキノコが隠されてる。そうだろ、何も隠されてないか。気になる、このバーの中に行ったら一体何が起きるのか、すごく気になる。気になって今日の夜も眠れ。ならもう道は一つだ、土管に入るしかない。土管に入れたさ。土管に入っただけでうるせえんだよお前は。そしてこのキノコさん、あがー。ならば最速でキノコ様を取ってみせようじゃないか。マリオファーストイートキノコ。どうもバカでーす。今日のトロールコースぬるいね。どの口が言ってんだよって感じだけど、いやでもそんなに難しい感じではないわ。最近よく難しいのしてるからさ。じゃあここでスピーチを。待って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 、ですよね。いや怪しいとは思ってた。こういう時ってスピンジャンプしたまま下に行かない方がいいんだよな。気づいた時にはもう遅かったわ。なんか違うっぽいところ出てきたな。寝ろって書いてないかい。寝ながらこの動画を見てる方もいるんじゃないかい。僕も寝たいさ。もしくは今寝てる人もいるんじゃない。起きろ、起きるんだ。僕は今頑張って実況してるんだ。起きたか、おはよう。キモいんだよ。そして左下、そんなのわかるか。そういやね、僕の動画を流しながら寝てるっていう人がいるんだけど、よくそんなことができるよな。僕の動画がそれだけ暇だって言いたいのかい。わかる、わかるよ。上にフラワーがいるっていうことを。そして右に行けばフラワーが土管から出てくるっていうことがな。そんくらいお見通しなんだ。ここは溶かしすぎないのでしょ。ちょっと噛んでな。ただこのコースすごく簡単だな。うわー。いや今の罠うまくない？簡単だと思わせて余裕を持たせた頃に次の罠を持ってくるみたいな。気持ちの揺さぶりがうまいなこの制作者。でも僕そういうの嫌いじゃないよ。はい、チビになってきたけど右に中間ポイントがあるのが見える。そしてあの隙間くぐらなきゃいけないの。トロールコースにおいてそんなことはさせないはず。下に行ってもいい。でも僕はトロールマスターと同時に一発マリオ名人なんだ。うるせえ、早くさっさ行け。はい、うまーい。激うま、激ホース、激ポニーからの馬刺し。さあここでチビになって先に進もうか。あ、チビになってよかった。あ、砂が切れてんじゃねえか。そんで僕見つけてしまったわ。あのガリガリの裏にさ、ドアがあるっていうことを。もうね、気づいた方いるんじゃない。ちょっと黄色いのが見えんだよな。そしてこの左下を隠しブロック、あ、ないみたいだな。じゃあ素直に中間ポイント取らせてくれたのか。いや待て、叩っていいのか。絶対に隠しブロックがあるんじゃないのここ。絶対僕は叩かないよ。チビになっていこうか。このキノコは取ってチビになっていくんだけど、あのドアに入るかすごく悩んでる。でも入ってってみようか。どうなってるか気になるでしょ。この先どうせコメントで、ね、入れなかったんだピオキングっていう方がいるからさ。そしてここ知りだらけじゃねえか。いや全然余裕だよ。この丸々を越えてあの針に当たれっていう感じでしょ。もっと苦しめさせてくれよ。死に耐久名人を舐めるな。はい、それじゃあここからちゃんとやっていきたいと思います。今から始まる絶叫生活、いやちょっとごめん言い直させて、ここから始まる絶叫生活の始まりだね。何回始まるって言ってんだ。そしてここはキノコ様が2体4体いるけど、これ下に落ちてっていいの？怪しい、怪しすぎる。でも一旦取ってってみるか。下には何があるんだい。え、特に何もないわ。
え、土管に入るとかそんな感じ。いや土管にも届きそうない。そしてここもキノコ様が出てきたけど、あ、チビになって進めっていうことで、ね、何これこんなめんどくせえことさせんだって。いやこれ一種の新体験みたいなんじゃない。今たまたま抜けれましたけど、さあドアに入っていこうか。いやこのコースね、ちょっとよく意味わかんないな。そしてウルちゃんって書いてんのか。これは一体これは何なんだ。バカだー、ここめんどくさ。さっきの死に耐久より難しいかもしんない、この記録を避けるやつ。そんでさ、今魚を出したんだけど、ここでこの右の方から叩いてみようか。そしたら、いや魚じゃねえか。オンオフをして先に進めっていうことか。このコースなんか見たことあるな。なんだてめえ、毎回これをするのがめんどくさい。さっきの死に耐久より難しいって、もうやめてくれって。これね、さっきほんとたまたま一発でいけたかもしんないけど、意外と難しいのよ、ここ越えるのさ。ここからノーカットでお届けしたいと思います。みんなにも味合わせてやるよ、ここを越える苦痛っていうもの。キロカー、僕これやったことあるっけ。聞くな聞くな、そんなこと。じゃあボム兵を持っていこうか。そしてこのボム兵で、あ、ここ壊せるっていう感じなんじゃないの。あ、 P スイッチが出てくるんだね。この P スイッチを踏んでバネとタワーに P を持っていく。そして右なんか書いてるな。あ、もしかしてさ、あのウルちゃん、ウルちゃんじゃねえ、まだ魚か。いや僕は引っかからないよ、こっちには引っかかったけどね。僕思ってることがあるんだけど、ここのキノコを取らないでさ、左側で取ればキノコを取った状態でいけるんじゃない。あ、この場所でも取って良さそうだな。そしてこのドアに入ればキノコ状態で進めますよみたいな。いやこれだったらさ、このウルちゃん倒しやすくなるな。ただどうやって倒すかなんだけど、オンオフをする、でボム兵を出すでしょ。でこのボム兵を爆発させてこの場所から出せっていうことなんじゃない。そしてキノコ状態で戦えっていうことかい。いやもうちょっと出てきて、また一回しなくちゃいけないのね。いやウルちゃん早く出てきて、魚は出てこなくていいよ。で上に出てくるんから、やっぱ壊してくるよな。そしてここで踏んでいく。ナイス、あと一回もう絶対倒せるよ。ポカー、ナイス。でボム兵持っていく。あぶねえ、やっと倒したところでさ、ボム兵に当たって今チビになってしまったんだけど、さあここで P スイッチを踏んでね、あのドアに入っていくんだけど、さっきなんか落ちたよな。だから P スイッチが鳴り止んでから行った方がいいんじゃない。でさらに P スイッチも持っていく。そうしないと多分ね、ここに足場がねえじゃねえか。 P スイッチを踏んでおかなきゃいけないの。じゃあ P スイッチを踏んだまま行こうか。この状態だったら足場があるみたいだ。オッケー、簡単だったのね。いやてっきりさ、 P スイッチが鳴りやんでと思ってた。あぶねえ、あいつ。でここも P スイッチを持ってこなきゃいけないと。オッケーオッケー。さあ中間ポイントにあってもいいよ。結構優しいなこのコース。なんかバグみたいなんが来そうだぞ。大丈夫ですか。ここはどうすればいいんだい。何もしないで P スイッチが鳴りやんだらここに入る。いやここで取っていいの、取っていいの。どうしよう、キノコっと取れないね。毎回ね、あのボスを倒すのがめちゃめちゃめんどくさいのよ。あーなるほどね、ここに入れっていうことだったんじゃない。下に行ったら何もないじゃねえか。ピーヨンが切れた瞬間にすぐこのドアにある。ここ、あああ、世の中の女性たちよ、よくもまあこんなキモい動画をと堂々と見てられるな。実は隠れながら見てるんだ。もう言葉じゃないのよさっきから。もう意味わかんないことしか言ってないのよ。まあでもそっちの方が母性本能が出るでしょ。女性の皆さん、防衛本能しか出ねえよ。じゃあここは上に行っていいのか、上じゃない下に行っていいのか、頼むドアに入らせてくれ。オッケー、ドアに入ることができました。なんで死に耐久なんだ。絶対死に耐久だろこれ。え、オフをしてどうすればいいんだろうな。あ、でも全然余裕だ。あーなるほどね、あの鉄筋より早くあのブラパに働いっていう感じか。いや全然余裕なんじゃない。こんなのはぬるぬるのぬるまいベイベーだぜ。じゃあさ、このドアに入ったらいけないってことでしょ。え、でも他に行き道が、あ、やっぱないよな。あ、今度下に行けるようになってんのね。オッケーオッケー、さあ進んでいきますか。そしてここは何もしない。愛車に検証やじ。もう何もしないって言うのやめるわ。常に何かする。え、じゃあどうすればよかったの。え、どうす、右まで来たよ。あー、はい
いはいはい、あそこにさ隠しブロックがあったんじゃない、この四角の枠のところに。そして石エッジを食い止めれば右でゴールできたみたいな。うわ、またなんか新体験っぽいの来たな。今日新体験3つ目、めっちゃ多くないから。いや、しかもこれ結構難しいぞ最後のやつはさ。いやでも僕なら簡単にいけるさ。ここはショートカットしていけるんじゃない、こういう風にさ。ほらほらほら、全然余裕すぎ。この上なんなん、すげえ気になることすんだって。ちょっと行ってみる。もう絶対こうなると思ってた。やっぱ行くのやめようかな。でもここでショートカットできるのはすげえありがてえ。でここの上、いや、やっぱやめようか。上すげえ気になるけど多分なんもないと思うんだよな、と言いつつ行ってみる。でも行くんだったら僕これカットするわ。もう行かなかったらもう左の土管入ろうかなと思ったんだけど、ちょっとすげえ上気になるよな。だからちょっとカットするけどごめんね。ここなんもねえじゃねえか。上ね、続いてると思ったら何もなかったわ。そしてここはチェックポイント2ですか。どうにかしてやられないかな。何か打ってきて、お願い。こういう時にバブルとかさ。いや、チェックポイントを取らなかったらいいだけだろ。あそこに1マス部分の隙間があるじゃん。あの隙間に僕は入ってみせるよ、見てて。ここだー、おっしゃー。いや、めちゃめちゃ上手くなかった。さあもうゴールできるんじゃない。ここで隠しブロックを叩く。そんでバネは持ってしまったけど、バネと共にゴールしろっていうことですか。で、粋なことしてくれるんじゃないか、制作者さん。じゃあここでゴール、やったー。今日のトロールコース、いつもやってるトロールコースより難易度がちょっと楽だったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、絶対クリア率 0% のハリゲーということで、説明文はね、無理ですしか書いてないんだけど、確かに 0% と言っても過言ではないクリア率だよな。相当低いよこれ。どんなコースなんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.13% と言って始めたもののさ、トランプジャンプ系だったらやめていいかな。トランプジャンプ系は僕ね、動画化してないし、めちゃめちゃ苦手なんだよな。あ、そういう感じだよな。あー、なるほどね。これをどんどん渡っていけっていう感じね。いや、絶対ぶつけよこれ。針って当たり判定めっちゃ大きいじゃん。だからさ、もう速攻やられる瞬間しかない。なんか意外といけてんな。これすぐゴールできるかもしんない。僕向いてんのかなこれ。見ててみんな、このテイクでクリアできたらすごくないよ。いや、とんだ鬼畜コースが出てくると思ったけど、意外といけないわ。なめるな、ちょっと集中すればこんなの簡単にクリアできるんだ。だから今から無言になりたいと思うよ。無言になればこのコース簡単にクリアできる。ブリブリバリブリバリブリバピョーン、バリブリブリバビバビビバビドリバビビ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 ビバレベトリンベビベビビベベトリンベリビビビベビビベビベビビベベトリンベリビビビベビビベビベリビビベビベトリンベビベビビベ。引かれるって、これ以上変なことすると引かれるって。もう引かれまくってるから大丈夫か。バッタバタじゃねえんだよさっきは。もう集中するわ、もう絶対に集中する。はい、集中します。さっきさ、ゴール手前まで2回ぐらい行ったじゃん。あれたまたまだったかもしんないわ。めちゃめちゃむずけえねこのコース。いや、これ大事にしたいよ。ちょっと待って、絶対に大事にしようこれ。え、いける、勢いないけどいけるかな。残り2秒しかないんだよな。はい、ちょっとこれマジで無言でやっていい。そんくらいぐらい本当に難しい。マジでさっきの奇跡だよ。あそこまで行けることってなかなかなくってさ。いや、でもそんなこと言ってたら実況者としての流したるぜ。何のための実況者だ。僕は絶対に喋りながらこのコースをクリアしてみせるよ。見ててみんな、黙った方が上手いって思われがちだけど実況者って、でも僕にとっては黙っても黙らなくても変わらないんだ。それを証明してみせるぜ。しゃーいや、本当に難しかった。これ無事クリアできてよかったなって思います。ただクリア率が 0.13% の割に意外とサクッといけるなっていう印象はありましたね。もしかしたら僕が上手くなってるかもしんないから。
そのうぜえ喋り方やめろ。そんで見て見てみんな、久しぶりに最速を取ることができました。高評価そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。